大竹先生って言っちゃっていいの？まあ、そうですよ。今日は先ほどの歯の治療の後、大竹先生の、スタジオに来ました。これがクロニックの CD の時に、あ、実はこのピアノで、あのクロニックスの CD のピアノは、これです。これが、あの、何言ってるんでしょう。これがあの CD のピアノです。で、全国に5台、どうぞ、どのぐらいですかね、わかんないですけどね、ぐらいしかない、イタリアのファッツィオリというピアノで、この辺の音がですね、いいですね、これが。